カナーン・ソディンド・バナナは、ジンバブエ共和国の政治家、メソジスト派の牧師。1980年4月18日から1987年12月31日まで、ジンバブエの初代大統領を務めた。任期中は主に儀式的な行為を行い、公認の大統領となるロバート・ムガベが首相として、実務を行っていた。ジンバブエアフリカ民族同盟と、 ジンバブエアフリカ人民同盟というジンバブエの二つの政党をまとめたほか、アフリカ連合の前身であるアフリカ統一機構の外交官を務めた。また、ジンバブエ大学宗教学部の学部長に就任するといった功績がある。しかし、晩年は同性愛の罪で逮捕され、バナナは否定したものの投獄されている。バナナは1936年に南ローデシアで、 デベレ族文化の母とローデシアに移住してきた、マラウイ人の父との間に生まれた。地元の学校で宣教師に教育を受け、後に教師養成研究所で学んでいる。1961年、妻ジャネットと結婚し、4人の子供を設ける。その後、ハラーレのエプワース神学学校の学位を得て、1962年にメソジスト派の牧師となる。政治に関わり始めると、 イアン・スミス首相の監修を休断し、黒人解放運動の暴動に参加するようになった。その後、統一アフリカ国民会議の副議長に就任する。1960年代、党のメンバーの多くが逮捕されていく中、バナナは家族と共にまずはボツワナ、それから日本に逃れ、関西大学で学んでいる。アメリカに亡命し1975年まで帰国することができなかった。 バナナは帰国した際に逮捕されたものの一年後に釈放され自宅軟禁状態に置かれた。一方で、アベル・ムゾレワによる活動への参加は認められていた。しかし、バナナはそれらをやめて、スミス政権打倒を掲げたロバート・ムガベラのジンバブエアフリカ民族同盟に加わった。ローデシアに戻った1976年、バナナは ZANU の活動を助けたとして、 再び逮捕される。1979年、最後のイギリス人統治者となった、南ローデシア総督のクリストファー・ソームズ教によって、釈放された。1980年、独立後の新しい憲法の下で、バナナは、ジンバブエの初代大統領に選ばれた。これは、ジンバブエ初の黒人のリーダーでもあった。また、1982年には、 バナナの名前についてのジョークを禁じる法が定められた。1987年、バナナの儀式的な大統領職は行政権を付与した上で、ムガベに引き継がれた。バナナは大統領を退いた後、アフリカ統一機構の外交官を務めたほか、ジンバブエ大学宗教学部の学部長となった。また、独立活動家の2つの政党、ジンバブエアフリカ民族同盟と、 ジンバブエアフリカ人民同盟を合体させ、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線を誕生させるのに大きな役割を果たし、ZANUPF は1988年に誕生した。1997年、バナナは同性愛の罪によって逮捕された。発端は、バナナの元ボディガードによる殺人事件の裁判での告発であった。 翌1998年バナナは、同性愛、同性愛未遂、強制わい説など11の罪で、有罪評決を受けた。バナナはこれらの罪状をすべて否定し、これらは、病的虚言の墓場が、自分の政治的経歴を傷つけようとして行った、ものだと語っている。ムガベが自分を亡き者にしようとしていると考えた、バナナは、保釈中に、南アフリカに逃れた。 ネルソン・マンデラと会談した後の同年12月に、ジンバブエに戻った。1999年1月18日、バナナは、懲役10年、執行猶予9年の判決を受け、同時に、生殖も剥奪された。2001年1月に釈放されるまで2年関係に、福祉、ロンドンの高等弁務官によると、2003年に、当地でガンのため死去した。しかし、 ガーディアン氏によれば、ガンの治療のために訪れていた南アフリカで死去したと伝えている。バナナはジンバブエに葬られたが、前の国家元首としての扱いはなされなかった。バナナの妻は2000年10月にイギリスに亡命を求めていた。ABCDE カナンバナナ、バイオグラフィーリソースセンターオンライン、ゲイル、2004、レンツ、ハリス M。 ヘッツオブ・ステーツ・ガバメンツ・シンス1945ラウトレッジピアニッシモ2011 ISBN 9長7811億3426万4971 https コロンスラッシュスラッシュブックスドットングーグルドットコムスラッシュブックス ID イコールルーファカガークバッジピコグラムイコール PA 2011 ABCD カナンバナナ テレグラフメディアグループリミテッド2006年11月13日閲覧 AB フォーマープレジデントオブジンバブエカンビクテッドオブソドミーニューヨークタイムズ2007年7月8日閲覧ありがとうございます